今日は2列目で使いますミニバンのチェアテーブルについてご紹介していこうと思います。チェアテーブル、みんな同じではないかというふうに思われている方非常に多いと思うんですけれども、今回私こちら社外品のチェアテーブル、これは娘の要望がありまして、後ほど紹介するんですけれども、あることができるようにするために購入したものです。おかげさまで娘すごく喜んで使ってくれているんですけれども、チェアテーブルは実はいろんなタイプがあって違うんだよということを今日は主にお伝えをしていこうと思います。でこちらのチェアテーブルなんですけれども、このような形でパソコンを置いたり、こちら携帯のホルダーとして使えたり、でさらにカップホルダーとしても使えたり、もう一つは最近ですとセブンイレブン等でコーヒー売ってますが、こういったカップなんかも置けたりするようになっている、非常に便利なチェアテーブルになっています。こう見ると普通の純正のこのチェアテーブルと何ら遜色ないんじゃねえかっていうふうに思われる方多いと思います。ですけど実際に使ってみるといろんな点で機能性として少し足りてないなというところがあります。それはまず何かと言いますと、このテーブルの高さになります。でこのテーブル自体がこの純正のテーブルですとかなり高いところにあります。これはあくまでステッパーゴンでの話になるんですけど、すごく高い位置にあります。でこれだと主に私の場合ですと、うちの場合ですと子供娘が2人いるんですけど、小学生の娘が使うにあたっては少し位置として高すぎるっていうのがあります。でこのステッパーゴンのこのチェアテーブルに関しては、日産とかトヨタとか日産のチェアテーブルと違って下に格納されるタイプになってます。トヨタとか日産に対して少し高い位置にあるっていうのがちょっと使い勝手として悪いところになります。でもう一つ、ここの幅が狭いということで、こういった例えばこういった DVD でもいいんですけど、こういったものを置いたりするときに結構ギリギリだったりします。最近ですとここのヘッドレストの後ろに埋め込みのモニターであったりとか、あとはリア席モニターで見るとかっていうことももちろんあるんですけれども、やっぱり子供がこのように座るわけなんで真正面向いてた方が長時間乗ってると疲れにくいっていうのがあるんで、やっぱりこの辺にあるのが一番いいです。そうするとこういった DVD をこういったところに置いたりするわけなんですけれども、そういった時なんかもちょっとこれだとちっちゃいかなと。でこれを置いちゃうともう他のものが置けなくなります。これギリギリ置けますけど、こうオフセットさせなきゃいけなかったりとかもしますし、あと物をなんか食べたりするときなんかも置き場がなくなってしまったりっていうのがあるんで、もうちょっと大きい方がいいかなと。もちろん走行中基本的には使わないでくれっていうのはあるんですけれども、一般的な使い方としては少しちっちゃいかなっていうのが正直あるところだったりします。なので少し使い勝手として悪い。でさらに重いものを置くとこのように落下する可能性っていうのがあります。この下向きの格納ですと。なのでちょっと使い勝手として良くないのかなっていうのが正直あるところです。ちなみにこれ自体は新型のステッパゴンでも同じものを採用されているものになります。でそれをすべて改善してくれているのがこちらになってまして、で先ほど冒頭でご紹介した通りで娘のリクエストにお答えて買ったっていうのは何かと言いますと、でこちらも実はマックスインの商品なんですけれども、非常に使い勝手が良くて、このように落書き帳、それからペン、こういったもの車に置いておくと散らかりやすいものなんですけど、そういったものなんかもこのある程度軽いものでしたらこういった形で中に入れとくことができます。非常に便利なものになります。マックスインさんの商品ってやっぱり
いろいろ使ってるんですけれども、全く外しがないものばっかりです。まあ、以前ご紹介したんですけど、こちらのセンターコンソールボックスなんかも、まあ、ステッパゴンさんのオーナー、ステッパゴンのオーナーさん、まあ、結構多くの方に見ていただいてるんですけど、これはいいねっておっしゃってくれてる方が非常に多くて、私も今でも使ってるんですけど、これ非常にいいです。本当に。まあ、そういったものもあるし、この3連のシガーライターソケットなんかもすごく重宝しています。RP5 のステッパーゴンですと、USB 熱源以降取れないんで、まあ、こういったもので取ることもできるし、で、こちらのセンターコンソールボックスも、ここに USB のポートもあるんで、ここからも取れますし、さらに後ろにもこのような形でついてるんで、もう至れり尽くせりっていうような感じなんですけど、まあこのネットに関しても、まあどうせだから使ってくれって言われたんで今使ってるんですけど、すごくいいです。あとこういったティッシュ、ウェットティッシュなんかも最近除菌のこの100円のダイソーのこのウェットティッシュすごく今売れ筋ですけど、まあこういったものでちゃんと置いとけるんで手も拭けますんで感染予防にもなると。まあ、少し話すれましたけれども、まあ、このように落書き帳、絵を描くことがすごく好きなんです、娘が。で、こんな形で、絵を描く。で、遠出してる時とか結構長時間で暇だということもあると思うんですけれども、こんな形で絵が描ける。で、高さもちょうどいいし、この大きさもちょうどいいんです。で、こうやって絵が描けると、まあ、いうことです。で、ペンも、このような形でここに置いとけるんで、なんか横字がかかったり縦字がかかったりした時でもこのような形でペンが脱落するということもないし、まあ、当然絵描くのちょっと疲れちゃったよねってなった時はここでスマホで何か動画を視聴したりするということもできます。まあ、すごく便利なアイテムということで、まあ、これかなり実際には使ってすごく喜ばれたアイテムということで、まあ、こういったことが、純正の、この、チェアテーブルだと、どうしても、できません。やっぱり。まあ、こうやって置いていただければ一目瞭然なんですけど、まあ、こう置いちゃうともう、この、幅も足らないし、ね、何より、ここのところが、真っ平じゃないんで、絵を描くっていうことにも、適しないと、まあ、いうこともありますし、で、穴が開いちゃってるから、余計、ここの平らの部分の面積っていうものが、狭くなっちゃってるんで、まあ、あくまでも、まあ、自動車メーカーが提供しているものなので、安全っていうものも考慮していると。で、基本的に車を運転しているときはダメだよねって言ってるものなので、そういった考えが配慮されたものになってるんで、なので、カップホルダーと、まあ、ある程度こう、軽食が置けるような、まあ、そういったスペースということで、そういった作りになってるんだと思うんですけれども、やっぱりそれだと、どうしても、実際には使い勝手として悪いと。まあ、いうことなので、まあ、プラスアルファとしての機能を載せたのが、この、マックスインさんで出されているこのチェアテーブル、これが非常に使い勝手がいいと、まあ、いうことになります。で、これは今使っている状態をお見せしたんですけど、このような形でしまうときなんですが、それも非常に簡単でして、で、これ今一番開いている状態なんですけど、こうやって閉じるときは前に引いてあげればいい。この状態でも使うことがもちろんできます。で、これを支えるのがここにあって、足がここについてるんですけれども、まあこれで、この幅の調整によって、この水平の位置を調整することができるようになっています。で、あとはもうこのような形で、あ、ここのところですね。スマホのホルダーを使っている場合ですと、この爪を格納してあげて、で、このような形で止めてあげれば、OK と。なんか新幹線のチェアテーブルと同じような、大きさかなと思います。さらにそれよりもちょっと大きい感じかもしれないです。そのぐらいのものになってます。で、これは今、2列目に使っていて、まあ、2列目のこのヘッドレストのここの部分、まあ、ここの部分の幅にはちょうど合うようにはなっています。で、私、最初2列目じゃなくて、3列目に使おうと思ってたんですけれども、実は、3列目に関しては、この2列目のキャプテンシートの、このヘッドレストの下のところの支柱の部分のこのピッチ、この幅が少し運転席よりも狭くなってます。なので、このマックスインさんで出しているチェアテーブルのこの幅とちょっと合わない状態になっちゃってるんで、
結構幅が広く作られちゃってるんで、残念ながらこのチェアテーブル自体は3列目には付けられません。でステッパゴの場合は、まあ、このように見ていただくと分かるんですけど、3列目にはチェアテーブル付かないものになってるんで、まあ、3列目に付けれたらいいなって正直思ってました。まあ、2列目チェアテーブルありますんで、ただ実際使ってみるとチェアテーブルも同じチェアテーブルではなくて全く機能性が異なるチェアテーブルなので、あ、やっぱり2列目に付けとくべきものなんだなっていうことをすごく使って実感したところになります。チェアテーブルだから何でも同じだろうっていう、まあ、先入観私も実はあったんで、全くこの必要性というものを感じていなかったんですけれども、まあ、娘の要望、まあ、それによって購入したんですけど、非常にこのチェアテーブルはすごく使いやすくて、さらにプラスアルファの機能性を兼ね備えていると、まあ、いうことなんで、まあ、非常に使い方としていいチェアテーブルだなというふうに思いました。で、今これ1個しか付いてなくて、まあ、娘双子なので今もう1個注文してるんですけども、結構品薄みたいなので今ちょっとまだ手に入ってないといった状況なんですけれども、まあ、もう1個手に入れて、まあ、つけたいなと思ってます。で、かつノアボクシーも私が購入したハイブリッドの SZ に関してはチェアテーブルが標準で付いてないものになってますんで、まあそれに先駆けてっていうのもあるんですけれども、まあノアボクシーにもつけて、まあ、どんな感じになるのかっていうのをまたご紹介できたらなと、まあ、思っております。はい。ですので、まあこちらは非常にいいアイテムなので、まあぜひ興味のある方は、まあ、概要欄にもこの商品の詳細貼っておきますので、まあぜひ興味のある方は、まあ、一度ご覧になっていただけますと幸いに思います。はい、ということで今回はこちらのマックスインさんのチェアテーブルなんですけれども、まあ、純正のステッパゴンのチェアテーブルとの比較の観点で、このチェアテーブルの機能性についてのご紹介を今日はいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております。また最近では車の装備等についてもレビューをしておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。